はいどうも、モルさんです。今回は、ツイッターですね。まあ、リクエストね、結構前からいただいてたんですけど、なんかあんまり面白くないかなっていうか、すごい普通な、なんか動画になりそうな気がして、ちょっと避けてたんですけど、1年ぐらいね、ずっとこうやってください、やってくださいっていうのをいただいてたので、さすがにちょっと申し訳ないなと思って、今回やっていこうと思います。まあ、タイトルでもね、ある通り、カバンの中身紹介。特にね、本当に面白いものは出てこないと思います。マジで普通です。通勤、僕自転車で通勤してるんで、まあ、楽な方がいいなと思って、カバンをこういう肩掛けのね、ちょっとポーチみたいなのに変えました。これナノユニバースなんですけど、なんかスマートっていう雑誌かな？確かそのね、なんか雑誌の付録でついてきたね、こういうポーチです。本か付録かね、どっちがね、メインなのかちょっとよくわかんなくなってきちゃってますけどね。すごいね、最近の本の付録は豪華で、ありがたいですね。なんかね、意外とね、こう、口が大きくてね、こうすごくね、使いやすいんですよね。すごい開くんですよね。中身、出していきたいと思います。オーシャントリコのクレイ。まあ、ワックス、まあ、クレイだけ入れてます。クレイが、一番個人的に好きです。で、次が、これは、シュプリームの青のニット帽です。で、あとね、これはね、汗拭きシート、メンズビオレのやつね。これ意外とね、いい匂いなんですよね。コンビニで売ってるやつですね。まあ、あと、財布ですね。これも、その雑誌の付録のやつです。ちっちゃいなんかコインケースみたいなのが付録であったので、まあ、この付録のやつ使ってます。まあ、ちなみにね、この付録のやつなんですけど、まあ、普通にお店で雑誌をね、毎月買ってるんですけど、その付録をもらってます。何冊かね、雑誌買うんで、付録はみんなで欲しい人がもらうみたいな感じなんで、まあ僕一応もらってます。はい、であと香水ですね。これはスイス製のトムフォードベルベットオーキッドオードパルファムっていうやつですね。はい、ちょっと甘い感じの匂いです。であとはこれはオリバーピープルのサングラスですね。こっちのサングラスはねもらったやつなんですけど、まあこのフレームが別光になってて、レンズがね、薄ピンクっていうね、ちょっとなんかね、可愛らしい、なんかインテリチックな感じなんですけど、未だにほとんどつけたことはないです。あとは、まあもう一個普通に自分で買った、オリバーピープルのサングラスですね。これはね、黒金のフレームでめっちゃ細いです。で、レンズはちょっとブルー。薄いブルーのレンズですね。あと最後、これボールペンが入ってます。まあ、いつでもこうメモができるようにっていうね。これで大きい方の口は全部終わりです。あともう一個ね、こっちにちっちゃい方があるので、こっちも紹介していきたいと思います。で、こっちは、これ、メンズアクネバリアの薬用コンシーラーナチュラル。前に一度ね、動画で紹介しましたね。これ結構便利なんで、ニキビができた時とかたまに使ってます。あとね、これ結構お気に入りなんですけど、まあ、絵柄もね、うさぎちゃんでちょっと可愛い、練り香水ってやつですね。これね、ライジングウェーブでおなじみのフィッツさんから出ています。こう開けるとね、スティックのりみたいな感じで、くるくる回すと出てきます。匂いは普通にめっちゃいい感じの匂い。まあ、匂いはね、口で説明するのはね、昔から苦手です。無理。これはね、900円ぐらいなんで、もし見かけた際はね、実際嗅いでみてください。あとはアクセサリーですね。シャネルのネックレスのやつなんですけど、でこれ実際にね、このチェーンをね、外すと、本当に中に香水が入ってます。ちょんちょんって垂らしたら、香水出てきます。シャネルの5番なんですけど、別に中身はね、別のものに入れたりとかできるんですけど、香水が、なんか持ち運べるネックレスみたいな。これめっちゃお気に入り。で、最後に、これもまた金のね、ネックレスなんですけど、これはモスキーノの。ネックレスですね。まあ、なんか撮影の時とかたまにこうやってつけたりしてます。はい、これで、カバンの中身全部です。はい、というわけでね、カバンの中身紹介したんですが、まあ、やってる途中でね、うすうす気づいてはいたんですけど、締め方がわかりません。どうやって終わりにしたらいいのかもよくわかんないんですけど、まあ、結構シンプルですね。なんかほんと必要最低限なものしか入ってないかなっていう感じです。まあ、なんか基本的にこう季節によってカバンの中身がね、変わったりとかっていうのはあんまり僕ないですね。まあ、たまにね、こう入れてるニット帽が違ったりとか、まあ、入れてる香水が違ったりはするんですけど、基本的にはあのセットです。
まあ、またなんか新たに購入したりとか、これ一押しっていうのがあったら動画にしたいと思います。はい。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。